速道路にはたくさんのお得なサービスがあるのをご存知ですか？高速道路の割引通行料金と観光施設の入園料やお買い物券がセットになったプランもあるんですよ。そうなのよ、ネクスコ中日本には早旅って言ってね、ETC を活用したサービスなんだけど、通行料金の割引だけじゃなくって観光施設でいろんな特典がついてとってもお得なプランがあるの。そんなサービスあるんですね。そうなのよ、今日はねその特典を目いっぱい活用して御殿場のアウトレットに行っちゃうよ。イエーイアウトレット女子に大人気の御殿場プレミアムアウトレットは御殿場インターチェンジからおよそ2キロ、富士山が見える広大な敷地にファッションから生活用品まで国内外の人気ブランドがずらっと並んでいます。さあ、アウトレット来るとさ、なんかウキウキしちゃう ね楽しみね、いい掘り出し物あるかな、ね、いいの見つかるといいな、ね。ここに来ると女子は目の色が変わっちゃうんですね。ルンルンルン、早旅のお買い物券とクーポンシートゲットしてきました。ということでお得にショッピングスタート。なんかゆうちゃんさ、なんかさ、はい、結構スポーティーじゃん普段。そうですね、なんかちょっとこういうガーリー系もちょっと見てみたい。でもたまには着るんですよ。え、そうなの。はい、こういうのってあんまり割引で買えないからね。そう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 、でもやっぱり必要だから ねあると便利だよね。お次はアウトドアウェアのお店。汗を利用した最先端の冷却テクノロジー、オムニフリーズゼロ、生地全体の温度を瞬時に下げるんだって。で汗を吸い込むと冷たくなる、うん、そう。これいいじゃん、なんかスルスルで気持ちいいよ。いくら時間があってもお二人には足りなそうです。あるよね。お買い物券どうするんですか。あ、ランチですね。駿河湾さんシラスのピザ美味しそう。ここさ、うん、東京とか横浜からもすごく来やすいじゃん、御殿場って。夏休みはやっぱ結構混むみたいなの、うん、だからちょっと計画を立てて、例えばね駐車場がちょっと空いてくる夕方から来るとか、うん、そうするとね富士山の夕景がまた綺麗なのよ。あ、確かに。早旅のね周遊プランっていうのもあるから、うん、まあ、そういうのを見てさ、いろいろどこ回ろうかなとか計画するのも楽しいよね。さすが旅の達人ですね。任しといてこの番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。高速道路の逆走は全国でおよそ2日に1回発生しています。走行時には標識などを確認し指定された方向に進みましょう。来週は御殿場高原時の住処で満喫リゾート。